Hi everyone! ハナです。今羽田空港にいます。これから行くところは、ドゥルルルルルルじゃん！北海道です。旭川空港です。毎年私の誕生日付近に富良野にスキーに行くことにしてるんですね。多分4年ぐらい前からかなって思うんだけど、富良野がすごく大好きなので、また今回も12月22日の誕生日を挟んで2泊3日で行ってくることになりました。これからまだ飛行機が飛ぶまで1時間20分ぐらいあるので、どっか空港でご飯を食べようかなっていうふうに思ってます。北海道晴れてるかな、雪はあるかな、いろいろ期待いろいろ期待することはありますが、まあでも楽しい旅になるのは間違いない。おいおい、なぜ富良野が好きなのかという理由をいろいろお見せしていければいいなと思ってます。毎年この時期、クリスマス前時期に行くと、日本人の人はあんまりなくって、まだ冬休みになってないから、その代わり外人さんがすごい多いんだよね。オーストラリアの人とかアジアの人とか。だけど今年はコロナで外国人の人がいないだろうなと思うので、どんな感じ、雰囲気違うのかなって、ちょっとその辺も興味ありますね。ではご飯食べに行きます。こんにちは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 。かわいい。めっちゃかわいい。でも聞くことないんだよね。北海道の富良野の天気はどうですか？お調べいたします。少々お待ちくださいませ。すごい。大変お待たせいたしました。北海道富良野市は本日曇り。ありがとうございます。お待ちくださいませ。行ってきます。楽しいね。すごい。なんか割とガチロボット体験としては初かもしれないです。これから朝ごはんです。いただきます。普段はあんまり朝ごはんを食べないの。で、お家ではスムージーを作ることが多いです。でもお粥あると結構朝ごはんにお粥は嬉しい。なんかね、旅行に行くと朝ごはんを食べたい気持ちが高まる感じがするのね。もちろん朝食がついてるっていうのもあるけど、割と朝早くから活動するからかなっていう。なんか家にいると、まあ仕事が早い時はあれだけど、逆に仕事が早い時は朝ごはん用意する時間もないから、スムージーで。で遅いとなんかのんびりのんびり活動を始めるみたいな感じだから。あんまりすぐ何か食べようとなるので。ごちそうさまでした。お腹いっぱいになりました。そしてまだまだ時間があるので、というか、そもそもいつも富良野に、富良野というか、いつも旭川空港に行く便は朝1の便で、もっと全然早いの。7時ぐらいとかの。でそれを予約してたんだけど、やっぱりコロナで間引いてるんだと思うんだけど、それが欠航になって10時半の便になったので、いつもよりすごくゆとりがあるの。なのでこれから JAL のラウンジを見学してみたいと思います。初めて行くよ。ラウンジは広いよ。なんかね、このラウンジはね、クレジットカードの
会員特典で使えるやつ。ラウンジでビールとコーヒーゼリードリンクを頼んだ。乾杯。旅行の醍醐味はアサビーです。アサビー、甘いものを普段あまり食べない私ですが、なんかこれは好きっていう甘いものがいくつかあって、その中の一つがコーヒーゼリーです。そもそもコーヒーはそう特にものすごい好きなわけでもないけど、コーヒーゼリーは好きなの。Irritation and frustration at me, towards me. 初めてのラウンジ体験は楽しかった。やっぱりゆったりして、なんか眺めもいいし、いいんだけど、でも通常はきっと出張のビジネスマンの人たちでごった返してるのかなって思うと、まあそういう時はいいかなっていう感じになりました。今日はめっちゃ空いてて、すごくいい感じだった。これから飛行機乗ります。割となんかご飯食べてラウンジ行ったらあっという間でした。飛ぶよー。